これから私プラムンの納車に向かいます。今日はとうとう川崎の Z650RS が納車されます。楽しみですね。ね、暑いけどね。今日はもう36度あります。真夏日ですね。暑いね、ほんとね。ちょっと目的地の川崎プラザは遠いので高速で向かっております。今日はちなぽんの運転で川崎プラザに向かってます。ちなぽん一人で高速運転するの初めてだもんね、車で。なんでそう、めったに高速乗らないからね。帰りしはちなぽん一人でこのベゼロを運転して帰ってもらいます。ついに納車の日です。ね、綺麗だよね、川崎プラザさん ね。めっちゃ絵になる。ね、このコーヒーも美味しいもんね。美味しい。てか何より入りましたよ。お店の人がいい。うんね。接客が素晴らしいもん ね。また来たくなるよね。ね、うん。これからバイクの説明だね。はい。愛車とのご対面でございます。まだ見えてないからね。うん、まだ見えてない。どうするの？まだ置いてないもんね。だから目つぶっとく？中に入ってるかな。誘導しようか。いや。楽しみにしてタンクの方が、で普通に鍵を開けてもらって、はい、でガソリンはまあレギュラーで大丈夫、はい、で満タンでこれちょっと少なめなんですけど12リッターほど、はい、で今とりあえずレギュラーで10リッター入っている状態。ありがとうございます、うん、まあ、ほぼほぼ入っている状態、ね、じゃあ帰りますね。全然で、ね、今これでね、丸い口の奥にちょっと仕切りというか、はい、ちょっと狭くなっているところ、はい、うん、ここの部分が指定レベルっていうのです、はい、うん、なんでガソリンの液面がこの辺ここにつくかつかないかぐらいが一応目安になってくるんで、はい、これがそれ以上は入れないよ、ね、わかりました、うん、まあ、どうしてもね、あのガスが発生したりとか圧が上がった時の圧抜きっていうのがこのキャップの方にね機能があるんで、はい、並々入れちゃうとねうまく圧が抜けなくて、まあ、鍵穴から吹いてきちゃったりとか、はい、うん、そういうこともあったりするのと、はい、あと今回ちょっとステッカーを剥がしてるんで、ありがとうございます。何もないから綺麗だね。で、閉める時は回しといて、はい、最後ふっと押し込む、はい、シートの脱着が、はい、鍵穴がこの裏側、はい、ここにゴムキャップがこんな感じについてますよと、はい、うん、で回しといてシートをこう持ち上げて、はい、ちょっとこう斜めに少し引いてあげるような形と、はい、で、まあ、ほぼほぼ物は入らないと、はい、いう状態です。はい、一応ね、メットホルダーはもうこれだけなんでね、はい、切れるで、はい、で、ちょっとね、グラグラするのはブッシュマウントになってるんで、あの、わざとこういう風になってます。ブッシュマウントって何ですか？ね、ガチッとね、完全にあの、ガチッと固定してるんじゃなくて、はい、あのゴムのダンパーが根元に入ってるんで、わざとちょっと、揺れるとか、ちょっとグニグニする感じにわざとされてます、これは。振動とかの対策ですかね。うん、あのどうしても取り付け位置からね、ちょっと、うん、あの通常だったらこれが直にこの辺についてるんですけど、ね、はい、ちょっと奥からこう引っ張ってる形になるんで、はい、ガチッと止めちゃうとどうしても振動とかでね、あの根元に負担がかかっちゃうんで、はい、それを逃がすためっていうような感じで、はい、うん、まあ、基本でも走行中にね物かけたりとかがないんで、うん、そんなにこれ自体が痛むってことはないと思うんですけどね、はい、でさっきねちょっとシートの方少し斜めに引いてたのが、はい、こういう感じになってます、はい、うん、これがここにこう引っかかるようになってるんで、はい、次入れる時がね前のこの真ん中の位置をある程度合わせながら、はい、ちょっと手前気味からで最後パチッと落とし込んであるような感じと、はいはい、うん、
ちょっとね、慣れるまでしにくいかと思うんですけどね、はい、日の玉よりこっちの方が火にんちゃうかな。そうなんですね。まあ、あれもあれでかっこいいですもんね。正直ちょっとね、RS の900の方でちょっと見飽きた感もあったんで。あ、確かに、うん、玉数ありましたもんね。今まで全然ない色なだけに、余計に、まあ、この色ちょっと新鮮やなと思うんでね、うん、昔のザッパーがこの色やったんですよね。それ以来はもうこの川崎さんでもこの色使われるのって初めてなんですね。そうね、この色自体はほぼほぼない、近い色は確かにあったんやけど、ね、ただこういう形状のバイクにはあんまり使ってなかったんですね。まあ、それっぽい近い色のグリーンとかでもやっぱりあのフルカウル車とかで一部使ってたりとかぐらいで、まんまの色は全然使ってないんで、うん、キーオンにすると、まあ、こういうメーターの初期作動と、まあ、VEQ で練習になります、はい、じゃあエンジンをかけていきます、はい、で基本的にはもうこのスロットルはほぼほぼ触らずにセルだけでかけてもらうような形と、はいはい、あ、初めて生の音を聞いた。でこうやってエンジンかかってランプが消えるんで、まあ、正常な状態と、はい、で初めエンジンかかったらね、あの回転数ちょっと高い目に上がります、はい、で向こうができたらだん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 うちの10リッターほどで一応この辺りと、はい、うん、でずーっと減っていってね、最後の1個超えたらね、ここでもうチカチカ点滅するんで、その段階でも確実に入れるにはしておいてください。はい、わかりました。量としては多分ね、まだ 2,3 リッターぐらいは普通に残ってるんやけど、はい、まあ、早めに入れるんだけ、はい、まあ、燃料コックとか今のやつは全部ないんで、はい、ギアポジションも見てもらったら分かるんでね、ニュートラルで N1 速入ったら1、2速入ったらね、数字が出るんで、まあ普通にこれは便利だと思うんで、はい、うん、次は水温計、さっき段階で見てもらって今一応真ん中3つ目まで来てますよ、はい、で信号待ちとかしてたらもう1つあの4つ目とがついて、しばらくしたらまあ電動ファンが回って消えたらまた3になってとか、3と4結構行ったり来たりみたいな感じになると思うんですけど、まあ多少リニアに動くとは思うんやけど、まあこれこんなもんやと思ってください、はい、であと上ね、ジョッキのマークとこの赤いランプ、はい、まあ、油圧の警告とエンジンかかったら消える、まあ、赤いランプ、はい、油圧の警告かかれば消えますけど、はい、でそれ以外にもここにねマークが隠れてますよ。水温マークとバッテリーマーク、まあ、水温の方ね、基本3と4行ったり来たりなんやけど、まあ、例えば、まあ、何かが壊れたりとかも含めてね、あの水温が思うように上がって下がらない、どん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 上がって、はい、もうこれ以上行ったらもうまずいよっていうところまで行っちゃった場合なんかには、この上にもう一個水温のマークとこの赤いランプ警告灯がつきますよ、はい、その場合は、ね、とりあえずどっかでしばらく止めて冷ましてあげてください、はい、であとバッテリーのマークの方は、まあ、バッテリーの電圧、まあ、上がったりだとかも含めて、ね、極端に基準で外れたな場合なんかには一応つきますよ、はい、であとここの表示とかに一切ない部分、はい、まあ、例えばキーをオンで今エンジンかかってて、なんかの表示にこうガシャってなってたら、ガチャってなった時に強制的にエンジンが止まるっていう、そういうセンサーがついてますよ、はい、まあ、一般的に点灯センサーって呼ばれるものね。で今例えばこれでガチャってエンジン止まりました、バイク起こします、そのままではエンジンかかりません、完全に起こし終わった状態で1回オフにしてもう1回オン、これで、ね、その分はセンサーが働いたことをリセットしてあげないとエンジンかからなくなってます、はい、まあ、一種のまあ安全装置みたいな感じ、まあ、起こすときとかね、ポンと当たってかかっちゃったら危ないよと、はい、うん、いうところで、で全然ね普段使う用事のない機能ではあるんやけど、まあ、頭の片隅にでいいんで置いておいてください、はい、
落ち着いてね対応できるときは多分全然問題ないと思うんですけど、全然邪魔にならない場所、もしくはまあ、ね、周りに誰かすぐ助けてくれるとかいう場合だったら多分全然大丈夫だと思うんですけど、まあ、交差点とか交通量あるところとかでバタってやっちゃうと多分その瞬間頭真っ白いと思う、うん、そうですね、で慌てて出なあかん、うん、エンジンかからへん、なんか壊れたみたいなね、うん、よくある話なんで、まあ、理想としてはできれば起こして端っこ寄せてちょっとまあ損傷具合とか、まあ、水オイル漏れがないかとか全部確認してもらって、その上でまあ実際にじゃあリセットして再スタートっていうのが理想ではあるんですけど、なかなかね落ち着いてそこまでできる人って多分そうそういないと思うので、まあ、漏れがないかどうかだけはねチェックしておいてもらった方がいいんで、はい、うん、あと今回のオプション、はい、ね、つけてる分ね、はい、まずまあ USB の方がこれが一応これで引っ張ってもらってね、はい、こう持ち上げてもらうとこのままこうさせるようになってるんで、はいはい、でジョッキーオンで電源が入るように線の方は、取り付けしてます、はい、うん、で元々はね、バッテリーから直に引くような配線になってたんですけども、はい、これでいくとね、はい、こういう感じでバッテリープラスマイナスからで、はい、コネクターで抜き差しをしてっていう風になっちゃうんだけど、はい、これでいくと繋いでる間はずーっとここに電気が流れっぱなしと、なんであんまりちょっとよろしくないっていうことで、はい、この線は使わずに、はい、ここの部分で、キーオンで連動するように配線をつなぎ替えしてます、はい、なんでこの線が余ってますと、あ、なんでもし必要な場合はこのプラスマイナス、はい、この線をバッテリーに直に引いてもらうと、ここに乗ってる専用の充電器で、はい、そのままコネクターの抜き差しだけで、まあ、充電できるようになってますよ、はい、うん、なんで一応まあ持っててもらったらいいかなと、はい、で次が、グリップヒーター、これね、はい、火オンにしたらこんな感じでこういう感じでね、一応チェックの部分の白いランプがつくようになってますよ、はい、でこれもキーオンで電源は入るようになってます、はい、まあ、実際使うときにはね極力まあエンジンかかってる状態で使用するようにしておいてください、はい、結構電気使うんでね、はい、であとはボタンを押してもらうだけ、はい、で、これでずっと黄色、オレンジ、赤、はい、でオフで、はい、まあ、青、緑、黄色ってこういう感じで、まあ、温度調整ができるようになってますよ、はい、まあ、青から順番にずっと色変わっていったら、まあ、20%、40%、60%、80%、100% っていう感じで、はい、まあ、赤が一番温度が高い状態、はい、で、まあ、これで普通に使ってもらったら OK、はい、温度調整しながら使ってもらってて、まあ、例えば、まあ、途中でもオフにしたいなっていう場合、はい、順番に送っていくとちょっとまあ面倒くさいなっていう場合、ね、このまま長押ししてもらったら強制的にこうやってオフもできますよ、あ、便利ですね、もしくはそのままキー、うん、エンジン自体止めてもらったりとか、はい、キーをオフにしてもらってもそのままオフになります、はい、で次にボタンを押したら前のところが記憶されて残ってるんで、うん、なんで前のところからスタート、はい、うん、で基本的にはまあチェックの白いランプはつくけどボタンを押さない限りは勝手にオンにはならないんで、はい、うん、このグリップヒーターでもそんなにハンドルが太くないんですね、昔のやつはね結構太かったんやけど、ね、今のやつはねできるだけ細身になるように、うん、純正とほとんど変わんないぐらいなんですかね、これだったら、そうね、もうほんま一回りも言わないよね、半回りとかもう3分の1回りちょっと太いかどうかぐらいの、キノコも触ってみ、まあ、ほぼ違和感ないぐらい、本当だ、いいな、うん、ね、レブルめっちゃ太いのよね、うん、昔のやつはほんまに明らかに二回りぐらい細かったですよね、あれね、うん、細いですね、今のやつは結構めっちゃ安心からいいな、スライダー関係かな、あ、そうですね、これですね、トリックスターのスライダー、あとはローダムキットの方が、はい、こんな感じでね、これですね、これ2センチでしたっけ、触るの20ミリですかね、うん、20ミリぐらいかね、はい、うん、まあ、それ以上極端に下げようとすればレバー比の兼ね合いもあるのと、はい、あとはスタンドがノーマルのままだとちょっと厳しくなってくるので ね、バイクが立ちすぎちゃうんで、ね、そうですね、うん、これは純正のままでいけてるんですね、このままで OK、はい、コーラウンした分に合わせてで、はい、フロントフォークの突き出しをちょっとだけ、あんまり極端にやっちゃうとね、ハンドリングが結構大きく変わっちゃうんで、はい、まあ、ちょっとだけその分の突き出しを調整で増やしているのと、はい、あとはそれに合わせて、まあ、ヘッドライトの光軸調整も全部してます、 ありがとうございます、これですね、グラブですね、普通にメニューを移動したりですか、奥にレバーをやりながら、やりながらダイヤルをこう回してもらうような形と、はい、で矢印のところで1から5までのこの1っていうのがここが一番遠い位置、はい、で逆にこれで5にするとこれが一番近い位置、はい、うん、それでまあみんな4番5番あたりが割と多いのかなと、 あんまり遠くにしちゃうとね細かいコントロールしづらいから、うん、どうしても細かく指を動かそうとした時ってこういっぱい開いた状態でこう動かすのと軽く握っている状態で動かすのって全然操作感違うと思う、そうですね、うん、なんで割とまあ4番5番ぐらい、はい、で今度5番で近すぎると冬場とかグローブ分厚いとね、この状態から
こう持ち替えようとした時にこう引っかかっちゃってね、うまく手が抜けなかったりすることもあるんで、はい、で結局4番あたりが一番みんな多い、ね、あ、そうなんですね。はい、はい、いきます。はい、チーズ。はい、どうも。つま先立ちだな。後からとか取った方が分かりやすいよ。こんな感じか。取った。大事なバイク。探したのを、こちらトリップスターのボタンが入ってるから。あ、全然違う。全然違う。めっちゃ安定感ある。こっちやっぱ下げてよかった。私の身長168センチなんでね、あんまり身長高くないんで。真ん中ぐらいまでついてる感じかな。いい感じだね。これは足つき安定感あるから、身長低い人におすすめだね、これ。いいね。さ、安全運転でここから60キロの自宅に向かって帰ります。まずは慣らし運転になりますんで、本当にタイヤとかも滑りやすいんで気をつけて帰ろうと思います。もう走り出してわかるんですけど、本当に車体がめちゃくちゃ軽いですね。車体が本当に軽い。さ、早速急な上り坂ですけども、3速でも軽く上りますね。これは楽ちんそうです。峠道とか走っても楽ちんだと思います。いや、ほんとひらひらですね、これ。軽快ですよ、これ、本当に。よかった、これ、めっちゃ軽い。取り扱いしやすいですね。押し引きもすごいしやすかったです。一応、初めは慣らし運転ということで、4000から5000回転ぐらいにしてくださいということなんで、まあ、それを守って帰ろうかなと思います。ギアの入りもいいですね。はじめ、新車とかだとギアの入り悪いのかなと思ったんですけど、結構1速、2速、3速、綺麗に入ってくれます。まあ、正直、今日はね、納車日が、8月のもう真夏日ということで、外は36度あるんで、ちょっと気持ちいいっていうわけにはねいかないんですけども、まあ、まだねこういうとこゆっくり走ってる分にはめちゃくちゃ暑いんで、でも本当に取り回しがしやすくて扱いやすいバイクだなっていうのは乗った瞬間思いました。私はこれに乗り換える前 GB350S っていうホンダのバイクに乗ってたんですけども、それとほとんど重さとか変わらない感じしますね。あちらは確か170キロちょっとだと思うんですけども、こちらは180キロということで、ほとんど変わらない感じがします。もう走ってたらね、ほとんど変わらないですね、この軽やかさで。ゆっくりとことこ走る分には、この2気筒のドコドコ気持ちいいです。ドコ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 なってますね。まあ、納車ってなるとね、はじめガソリンってあまりね入れてくれなかったりするんですけども、今回は川崎プラザ神戸垂水さんのご厚意といいますか、まあ、優しさですかね。高速で帰るのが分かってたと思うんで、燃料も12リットル中10リットルも入れてくれてますんで、今日はガソリンスタンドに寄らないで帰ろうと思います。本当助かりました、ありがとうございます。まあ、燃料はね12リットルという形でタンクがね細いんであんまり入らないんですけども、まあ、これでまた走ってみて燃費がどれくらいかなっていうのも検証しようかなと思います、今後ね。このバイクは大型バイクなんですけども、レギュラーガソリンでいいということなので、それは家計的にありがたいですね。まあ、以前乗っていたね大型バイクの MT-09 だとやっぱり廃屋ガソリンっていう形だったんだね。まあ、昨今やっぱりガソリン価格高いんで、やっぱりレギュラーガソリンでいいっていうのは嬉しいですね。さあ、今3速なんですけども、エンジンブレーキ結構きます。ここ今急な坂なんですけども、エンジンブレーキ結構効いてますね。ちょっと4速上げましょう。これ本当乗ってね、本当すぐにしっくりきますよ、このライディングポジション。ライディングポジションめちゃくちゃ楽です。さあ、ここからは第二神明に乗って高速に乗って帰りますよ。納車早々高速に乗ります。高速行きましょう。まあ、このバイクには ETC2.0 がついてますんで、もう ETC も差し込んでますんで安心して帰りましょう。チナポンがねベゼルで後ろから追っかけてくれてます。5速今60キロ、3200回転ぐらいでしょうか。さあ合流します。合流もスムーズに行きました。今で3000回転で64キロぐらい、ちょっと飛ばさないといけないですね。高速だとちょっと涼しいですね、風が気持ちいいです。
まあ、それでも暑いですけどね。さあ今4000回転で80キロっていう感じです。ハンドルの手持ってるところも、まあ、若干微振動はきますけども、まあ、そんなに多分ね振動も強くないんでそんなに疲れないかなと思います。さあ ETC 行けるでしょうか。お、行けましたね。ちょっとこのね方向指示器とこのねブザーというかが多分前回のホンダの GB350 ですとちょっと反対というか上下が多分逆だと思うんでちょっと間違えそうになりますね。やっぱりスクリーンがないんで風はね結構ここら辺はねそんなないですね。この上半身の下側はそんなに風受けないですね。やっぱり顔面はね直に受けますけども、これ乗車姿勢的には本当に以前乗っていた前回乗っていた GB350 ですとほとんどポジション一緒ですね。まあシート高もね純正は800ミリということで同じなんですけども、ほぼ一緒のようなスタンスって感じですね。だからもう全くねもう今鳴らし運転中なんですけども、もう全然違和感がないです。 GB350S から乗り換えてももう乗車姿勢もほとんど一緒だし、まあやっぱりパワーはねやっぱり圧倒的にこちらの方がありますけどね。高速に乗っていても全然パワー不足さは全くありません。追い越しとかも全然問題ないと思いますよ。まあ今日はねもう鳴らし運転なんであんまり追い越したりはしないとこうと思うんですけど、ほんとこのバイクはタンクがねほんとシャープな感じで細いんで2グリップも楽ですね。ほんとすごい楽な位置になります、この2グリップがね。いやーこれはいいバイクだ、乗り換えて正解だったかも。まあちょっとワインディングとかもねいろいろ走ってみないとわからないかもしれないですけども、まあ、納車して速攻高速乗ってますけど本当乗りやすい、めちゃくちゃいいバイク。ゆっくりとことこも走れそうですね。シナポンのレベル250とゆっくり走っても楽しいかなと思えるようなバイクかなと思います。だいたい高速では6速4000回転で80キロっていう感じです。さあいけるかな。オッケー。まあ、やっぱりこの高速で6速4000回転で80キロ走ってる分では、まあ、そこそこ手にね振動は伝わってきます。全くないわけではないですね、振動がそこそこ振動ありますよ。まあ、こればっかりはね100キロ200キロとか長距離乗ってみないと分かりませんけどね、手のしびれとか疲れっていうのは。やっぱりこのブレーキレバーとクラッチレバーのこのダイヤルで角度を変えれるっていうのがいいですよね。だからクラッチもねほんと軽いですよ。クラッチも軽いんで楽です。私緑のバイクって初めてなんですよね。まあ、車でも緑の車って乗ったことないですし、バイクも川崎さんは初めてなんで緑のバイク初めてなんですよね。でもねこのグリーン、これ生で見た瞬間感動しましたね。これめちゃくちゃいい色、これは愛せそうですよ。めっちゃいい色で気に入ってます。この色いいですね、緑のバイクかっこいい。川崎が大好きになります。川崎プラザさんも綺麗ですもんね、店内もおしゃれですしコーヒーも出てくるし、この Z650RS のシートのクッションめちゃくちゃふかふかで気持ちがいい。まあ、まだ短時間しか乗ってないんでわからないですけども、シートのクッションいいですよ、ほんと柔らかい、ソフトです。以前ね乗っていた MT-09 はシートがね硬かったんですけど、すぐお尻がね痛くなってたんですけど、これお尻痛くなりにくいかもしれませんね。このシートいいな、気持ちがいい。まあ、私普段ねほとんどバイクで高速ってあんま乗らないんですよね。もう普段どっか行くとき、ツーリング行くときもほとんど下道しか走りませんので、私は下道のねワインディングとかが好きなんで、まあ、ほとんど高速は使わないんですけども、まあ、今日はねさすがにもう暑いですし、まあ、家まで遠いのでちょっと高速使って帰ってますけど、やっぱりフルカールのスクリーンがねついてるようなバイクに比べたら、やっぱりそれはねやっぱり疲れはねやっぱり風が結構ね顔面にずっと来てますんで疲れは出てくるかもしれませんけど、まあそれはねどの電気キットのバイクでも一緒ですからね。とりあえずファーストインプレッションとしましては、まあ、第一にとりあえずね軽い、バイクが軽くてもうほんとひらひらで乗れます。これ女性の方ではね嬉しいんじゃないでしょうか。こんだけねひらひらで軽かったら取り回しもしやすいですし、やっぱりね Z650RS の女性の方のライダーも結構多いみたいですからね、これは女性でも扱いやすいバイクかなと思います。まあ、男性の方でもね私みたいに身長168センチの62キロぐらいで
まあ、小柄な方とかだったら扱いやすいバイクだと思います。で、低速からのトルクもありますんで、まあ、エンストとかもしにくいかなと思います。で、あとはライディング姿勢が本当に楽、あとはこれでね、燃費が良かったらいいんですけどね。で、足つき性に関しましては、まあ、この純正のシートコは 800mm なんですけども、私はトリックスターのローダウンを入れてますんで、まあ、そちらがね、ショートサイドスタンドにしなくても普通のサイドスタンドでいけますんで、まあ、それで約 20mm 下がってます。で、フロントのね、突き出しもちょっとそれに合わせてもらってますんで、本当にね、このトリックスターのね、このローダウンいいですよ。本当足つきめちゃくちゃ改善されました。ですので、身長160センチ台とかの方でしたら、このローダウンはめちゃくちゃおすすめですね。あ、この手の振動なんですけども、ハンドルに伝わってくる手の振動、これはね、私以前ヤマハの MT-09 乗ってたんですけども、それと比べるとやっぱり結構振動ありますね。ちょっと長時間走ってくると MT-09 に比べるとちょっとハンドルの振動があるんで、ちょっとこれ長距離走ってるとちょっと疲れてくるかもしれませんね。だ、手の振動ね、 GB350S よりあるかもしれませんね。あちらは単気筒だったんですけども、そんなにね、振動そんな少なかったんで、こちらの方が手にくる振動あるかもしれません。これ今高速でね、40キロぐらい走ってきたんですけど、これ結構ね、初め思ってたより手に振動結構きてますね。ハンドルの結構手に振動がきてますんで、結構ね、まだ40キロぐらいしか走ってないんですけど、結構右手ちょっと疲れてきた感じがします。まあ、しびれるとまではまだ言ってないですけども、これ結構長距離走ったら手が結構しびれて疲れるかもしれませんね。結構振動きますね。お尻にも結構振動きてます。またこれがね、下道になるとまた違ってくるかもしれませんけどね。まあ、高速で6速4000回転で80キロで走ってる分には結構振動きてますね。このタンクも結構振動きてますね。ニーグリップしてるところ、お尻もね、結構振動きてますよ。さあ、高速降ります。 ETC 出口こちらですね。さあ、無事に高速降りました。まあ、まだ本当初めて、今日ファーストインプレッションなんでまだわからないですけど、結構ハンドルの手のしびれが結構くるなーっていうのが、手が疲れそうだなーっていうのは実際感じますね。これやっぱり下道走っても結構ね、一番気になるのはこのハンドルの振動ですね。ハンドルの振動が結構気になるなー。昔乗っていた MT-09 とかホンダの GB350S より振動きますね。まあ、60キロ弱ぐらいしか走ってないんですけど、結構ね、右手が疲れてきました。長距離走ってると結構右手しびれてきそうな感じがします。これなんかちょっと改善したいかもしれないですね。もしかしたらこれハンドルがね、純正ではないんですよ。グリップヒーターつけてますんで、ハンドルが純正とは変わってますんで、それの影響ももしかしたらあるのかもしれません。こればっかりはね、ちょっとわからないですけどね、純正を乗ってないんで。あとお尻のね、シートもね、クッションはすごいふかふかで痛くなりにくそうかなと思ったんですけど、結構シートもね、振動が結構きますんで、ずっとブル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 っていう感じでね、振動がしてますんで、まあ、そういった意味でね、やっぱりお尻は痛くなりそうな感じもします。シート自体はね、硬くはなくて柔らかいんですけど、結構振動がシートにもきますんで、ちょっとね、シートもお尻が痛くなるかもしれませんね。私は昔にヤマハの MT-25 っていう2気筒にも乗ってたんですけども、まあ、それよりもちょっと振動を食ってるような感じがしなくもないですね、この川崎の Z650RS は。で、アクセルもどちらかというとちょっと固めですね。ちょっと力を入れて回さないと回ってくれないかなという感じがします。他のバイクとかだとアクセル軽くね、ひねっただけで走るんですけど、このバイクちょっと力がいるかもしれません。ちょっとアクセルひねるの力いりますね。ちょっと重たい感じがします。それでは今回は Z650RS の納車動画になりましたけども、まあ、今後このバイクのカスタムしたポイントとか、このバイクのレビューなどもしていこうと思いますんで、まあ、ツーリングもね、シナポンとレブル250とね、一緒にツーリングなどもしていこうと思いますんで、ぜひチャンネル登録をして今後も見ていただけると非常に嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。
う必要もないけど、いつでも受け止めるからさ。一人で戦う姿には特別な敬意を払うけど、日陰がないと休めないだろう、見つかないと潤わないだろう。響き渡るといいな。ただのエゴイズム、情けないとこもヘタレなとこも、素直に言葉を信じれないとこも、ひねくれてめくらな性格だって嫌ほど見せてしまったけど、それでも呆れず向き合ってくれて、私の居場所ですって断言した。